には後輩のキム・ヒョン先生の姿も。メッセージに目を通しているのは家族からのメッセージのようですね。その頃、羽田空港国際線ターミナルには来日を歓迎する家族の方々が集まっていました。何よりも家族との交流を大切に思うセヨンジュンならではの光景です。アーティストの楽屋を訪ねるようです。まずはキム・ヒョンジュンの楽屋へ。続いて歌手で俳優のファニの楽屋へ。Yeah.